どうもおはようございます。瀬戸浩司でございます。本日は Vlog スタイルでお届けします。ということで本日のメニューはこちらでございます。一気に届いたんですけど、ビデオキャプチャーですね。エルガトの 4K60S プラス、そしてアバーメディアさんの、ライブゲーマーボルト GC555 ってやつですね。あとは、これらを買った後にですね、アドバイスいただいて買ったもの、デックリンククワッド HDMI レコーダーってやつ、これは Mac Pro に取り付けるやつ、まあ、Windows でもいいと思うけど、この、パソコンの中に仕込むやつです。ガチャってね、こう入れるやつ、はい、それに対してこれらは外部のキャプチャーです。で、これは全く別件で買った、Shure の iPhone 用のマイク、iPhone12 もですね、ライトニング継続だったので、もうこれ買っちゃおうということで、結構古いモデルなんですけどこれ買いました。はい、こちらはですねアコーディオン用の楽譜でございます。ついつい楽譜を買ってしまう、癖がある私でございます。こちらはですねアンサンブルミュージックさんね、シャンソンアコーディオン輸入楽譜取り扱いって書いてありますね。こちらで買わせていただきました。アコーディオンの専用の楽譜ってちょっと開けちゃうけど、これねアコーディオンの楽譜ってこれ下のここがですねその左手の楽譜になってんのよ。ズンチャッズンチャッズンチャッズンチャみたいな。でこの上の方がコードボタンで、ここがメジャーで、これがマイナーなのね。でここは B フラットって書いてあるから、例えばこれは B フラットのメジャーで、 B フラットのこれはこれはファですね。 B フラットメジャー F メジャーみたいな。でここも B フラットですよね。で、ここズンチャズンチャなの、これ。ズンチャ。で、ここは G マイナーになってるわけ。これね、G マイナー。で、これ、1度と5度でブンチャブンチャになってるわけ。で、これ結構特殊なんですよ。で、こういう特殊な、多分楽譜だから、あんまりないっていうかね、大きな本屋に行っても全然なくて、こういう、本当にそのアコーディオンの、楽譜専門店みたいな、まあもちろん谷口楽器さんでも買えるとは思うんだけど、なかなか他の書店にはないような、輸入楽譜ですから、前も一冊買わせていただいたんですけど、はい、こちらです。これね、これ買ったんだけど、これはないのよ、下の段がね。だから、まあこれ全然いいんだけど、これも練習してるんだけど、まあちょっと、もうちょっと簡単なね、簡単そうなやつ買ってみようということで、ほら、ファースト50ソングスをね。あとはまあこれはその、ポップス系の、日本のね、映画の音楽とかも入ってるから、こういうのちょっと珍しいなと思ってね。だいたい外国のやつとかね、多いんだけど。はい。で、これも買いました。はい。はい。ついついいっぱい買いすぎてしまう。私でございました。でも非常に楽しいです。そして本日はちょっとゲームのキャプチャーのテストもしてみたくて、PS4 Pro を久々に立ち上げました。一気にソフトウェアアップデートが来てるので、立ち上げ中です。なんか、なんだっけな、Apex かなんかのアップデートが50ギガあるみたいなので、昨日トレンドに入ってましたよね。というわけで久しぶり、今日の朝ごはんの前にですね、順調に溜まっていっております。レイザークルーディア判定ゲンで、で今日はですね、もう突発的にやったんで C さんも何も用意できてなかったみたいで、それはねちょっとすいませんね。はい、ということでこれいきます。避けるチーズ唐辛子味香り、いただきます。いただきます。香り、むしゃむしゃ、完璧に。本日11月の6日金曜日はですね、iPhone12 mini、そして Pro Max の予約開始日です。時間は夜の10時かららしいです。まだ迷ってんだよね。あ、そういえばなんか iOS14.2 が今日アップデートがそのできるようになったみたいで、絵文字が新しく追加されたらしいのね。でその中にですね、なんと僕が昨日動画で赤トンボ弾いたけども、アコーディオンの絵文字がついに追加されました。デデデーン。ただ鍵盤式でした。はい。でこれね、もう iOS14.2 にアップデートしたのよ。ちょっとツイートしてみようかな。アコーディオンって打てば出てくるのかな。おー、出てくるアコーディオンって打つとこれが出てくる。ブルーン。瀬戸浩司の動画
で、今日何をやるかっていうとですね、ゲームキャプチャー、先ほどお見せしたこのゲームキャプチャーをセッティングするということです。で、1個だけこれ使います。ブラックマジックのデックリンククワッドってやつを、僕の Mac Pro の中にガポッと開けて仕込みます。そういう動画です。はい。で、詳しくはですね、私ミニチャンネルの方で、ビデオキャプチャーどれにしようか迷うみたいな動画をアップしたんで、そっちの方ゆっくり見たい人は見ていただきたいんですが、まあ、そのミニチャンネルで喋ったことをまとめると、11月の12日にプレステ5が来るんですよ。で、うちは C さんがですね、プレステ5を Amazon の争奪戦に、もう買ってくれたんで、うち来るんですよ、プレステ5が。で、プレステ5来たら、やっぱりその、綺麗な映像でゲーム実況を撮りたい。ということで、4K60コマ、4K60P で、ゲームを撮って、そのゲーム実況を出したいと、超高画質ゲーム実況みたいなのをやりたいなと思って、もう今の段階、もう11月になっちゃったから、もう今の段階からキャプチャー準備しとかなきゃなっていうことで、いろいろ悩み始めたんですよ。それが1週間ぐらい前かな。で、最初はですね、この、エルガトと、アバーメディア、この外部に接続して使うタイプの、ゲームキャプチャーを買ったんだけど、その後ですね、やっぱコメント欄がすごいいっぱいみんな教えてくださって、ブラックマジックのデックリンククワッド、ね。これを教えていただきまして、まあ、全部、今僕が見せたのは全部 4K60 いけるんですよ。はい。ただ、いろいろ仕様の複雑さがあってですね、例えばこれだったら、そもそも Mac に対応してません。でも、こいつ単独で録画ができるから、Mac でも、Mac でもっていうか、単独で録画できます。それを Mac に、SD カードで撮れたよね。これ SD カードで撮れるんで、それを Mac に入れればいいよねって話。で、このアバーメディアに関しては、サンダーボルト接続で、Mac でも使えます。ただ、まあ、画質的には、なんかこっちがいいとかこっちがいいみたいな、いろんなものによって違うみたいなんで、ちょっとわかんなくて、結局両方買っちゃったっていう形です。でも、その後に、本体、Mac Pro の中にも仕込めるよっていうことで、実際にMac Pro の中にこれ入れてますみたいなコメントが来たので、これにしたんですよ。で、ちなみにこれはドリキンさんも、1年ぐらい前にすでにレビューされているみたいです。で、実際にドリキンさんにも直接、教えていただいて、これいいっすよみたいな。普通に 4K60 で撮れますよみたいな。ただ、その時に、まあ、僕、個人的なね、わがままとしてですね、その、ゲームの画面の端っこに、自分の顔が映ってる状態でゲームプレイしたいという、これはもう私のわがままなんだけど、それをやるためにはどうすればいいかというと、例えばこれ4入力の、HDMI がついてて、プレステと α7S3 の2つの HDMI をこいつに挿します。そしたらパソコンの中で2つの画面を取り扱うことができるようになって、OBS の中で配置します。で、ゲーム画面と僕の顔の画面をうまく切り抜いて、その画面を見ながらプレイできるのかっていう。もちろん遅延は絶対出ます。はい。それは分かってるんだけど、僕はそのある程度の遅延は耐えようと思ってるので、それがどの程度のものなのかっていうのを確認したいと。もしこれでいければ、ちょっと今すっごい丁寧に取り扱ってるんだけど、これはちょっとまあ返品させていただこうかなと思っております。はい。ちょっとまあ、最初からこれ知ってたらさ、もうこれだけで済んだから。ちょっと申し訳ないんですが、返品させていただこうかなと思ってます。はい。ということで、早速、これを Mac Pro に取り付けていきましょう。瀬戸康史の動画。はい、それでは開けていきましょう。綺麗に取れるな、これ。めっちゃ綺麗だ。あ、爆弾です！おお。意外とこう開けてみると可愛いな。はい。ここに、HDMI が4つ入力ができるようになります。だから4本同時に入れて、しかも全部 4K60コマいけますからね。はい。それを Mac の中で扱えるようになるということですね。だから OBS とかで全部合体させて映像をね、いろいろできるわけ。いろいろ。ということで、早速、この Mac Pro を上に上げてみたいと思います。埃溜まってると思うんだよね。まあ、ここに設置して、これ買ったのが今年の頭ぐらいだから、もう11月でしょ。まだ1年は経ってないけど、ほぼ1年、10ヶ月以上は経過したので、まあお掃除するっていうのも、まあ兼ねてやってみたいと思います。下に刺さってる2本が LAN ケーブルと電源。上に刺さってるのがメインモニターのプロディスプレイ XDR と
映像のモニターです。そしてここに刺さってるのがオーディオインターフェース、あ違う違う違う、あ USB-C ハブです。これちょっと今まで紹介してなかったけど、これ結構有名なやつなんですよ。カルディジットっていうやつで、 USB-C でこいつを刺せば、こいつにいっぱい端子があって、これ裏にもね、裏もすごいのよ。ほらこんだけ刺さってます。でここにオーディオインターフェースとかその他もろもろ、まあ USB ハブみたいな感じで使えるということです。もちろん電源必須です。うわ汚な。はい、この辺から見ていくとわかる。ここめっちゃ綺麗でしょ。ここめっちゃ綺麗なんだけど、ほらほらだんだん白くなって、だんだん白くなって、ほらめっちゃ白いでしょ。もっさもさなの。これもちょっと掃除したいね。はい、ご覧ください。大根の皮がですね、もうあの茶色くなってしまって、おろし金のところにいっぱい付着してしまっております。茶色くなるんだね。そのことについて俺気づいてなかったですね。白いままついてるところまでは把握したんだけど、茶色くなります。はい、皆さんもだから、もしどうしてもちょっと大根おろしがない、ちょっとどうしてもおろし金がなくて、いやちょっとうちのマックで行こうかなって方は、気をつけてくださいね。茶色くなります。ここからですね、細かいホコリ吹き飛ばし作業になるので、これエアダスターを使ってやりたいんだけど、ここでやると部屋がホコリだらけになってしまうので、ちょっとベランダ持ってってやってきます。はい、お掃除する前にですね、記録として約11ヶ月間使うとどれぐらいホコリが積もるのかっていうことを取っておこうと思います。はい、行きましょう。こんな感じ。これはペガサスの、後から取り付けたハードディスクです。こんぐらいホコリが積もります。でこれ何かです。まあでもそんなにホコリだらけでうえっていう感じじゃないですね。はい、これがファンの部分です。この辺おろし金もホコリだらけだったけど、このファンもホコリだらけですね。この辺もちょっと吹き飛ばしたいですね。あれ、なんかカビっぽい感じだけど、これホコリだよね。うん、ちょっとカビかと思ったけど、ちょっとこの辺も吹き飛ばしたいね。瀬戸工事の動画。はい、綺麗になりました。ホコリいっぱい出ましたよ。はい、ここもね綺麗しました。で問題ね、ここね、はい、ここもまあ完璧じゃないけどさ、吹き飛ばしました。ダスターでやったらもうブワーホコリ出た。裏にあるね、こいつね、この辺からダスター吹きかけたらズワーってこっちからホコリが出ました。マックプロさんもさっぱりしたことでしょう。はい、それではここからが本番でございます。このデックリンククワッドをですね、ここに刺すんですけど、刺す場所でございます。この辺なんですけど、わかります？ 765 って下から567って書いてあって、かける8、かける8、かける16と書いてあるでしょ。今から取り付けようとしているデックリンククワッドは、8レーンか16レーンに対応と書いてあるので、この765どれでもいけるということだと思います。この子見るとファンがついてるじゃない。だから結構熱をさ、こう吹き飛ばそうとしてるわけじゃん。だから熱出んのよ、きっと。このヒートシンクってやつもついてるしね、このギザギザのやつね。だからあんまり、まあどこでもはめられるけど、この真ん中ら辺にちょっとつけて風通しを良くしようかなと思います。それではいきます。はい、外れました。ここの金具が取れました。はい、ここね、これを解除します。あ、ここが動いてる。ほら、はい、いきますよ。ロック解除します。ほら、これですよ。これロック解除してはめましょう。あ、いった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 、いきました。ここがちゃんとしっかり入りました。はい、しっかり入りましたね。はい、でこれでロックかければいいのか。はい、今このアップルのサイト見ながらやってます。ちゃんとね、ロックのレバーをスライドさせて、この横のこれ取って、で、これ取り付けて、次は、ロックをカチャッとロックして、はめて終わりだ。はい、ロックしました。どっちが上だっけ？まあ、どっちでもいいよね。よし、完成です。はい、ということで、表から見ると、こんな感じ。
ここに HDMI の入力が4つ増えました。なんかやっぱさ、デザインの統一感はないね。で、ここのさ、このデコボコ感、ここちょっとへこんでる感じになっちゃってんの。わかります？これちょっと指が入るんだけど、ここの統一感みたいなのはね、まあそこまでちょっと求めるのはあれだけど、ここだけシルバーになっちゃったなっていう感じはありますね。準備完了。瀬戸工事の動画。はい、ということで接続しました。これがプレステ4プロね、HDMI 出してます。あとは、α7S3、 こいつからも HDMI を出して、この Mac Pro の裏のデックリンククワッドのところに入れました。はい、で今 OBS 立ち上げてます。大丈夫かな。これプラス押すよね。で映像キャプチャーデバイスか。でデバイス、あれねえじゃん。なんかいるのかな、ブラックマジックなんちゃらみたいなの入れなきゃいけないのかな。マニュアル、あ、ソフトウェアダウンロード、これだ。これデックリンククワッド HDMI レコーダーの、これソフトウェアダウンロードだ。あ、これデスクトップビデオってやつ入れるってことだ。 MacOS10 これだ。これかな。あ、ビデオインプット、あー、はい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 、 1080×60p になってるね。あ、出力解像度が1080になってました。ちょっと変えます。はい、2160にしました。あ、変わった。ふぅー。ゲームも 4K60 入ってる。プレステ4プロ。やべえ。まあいいや、これでちょっと認識はできてるから、これちょっと下入れて、で、ここよ。デックリンクテストっていうシーンを作って、これで映像キャプチャーデバイスいけるでしょ。今度こそ。あ、来た。はい、ブラックマジックデックリンククワッド HDMI レコーダーの1234っていう表記で現れてますね。だからまずゲーム入れようか。4番。はい。うわ、来たー。これでしょ、やっぱり。4K でね。FPS 値 59.94 って書いてたね。はい。これで いったね。はい。で、4K かな、これ。4K なんのかな。これで合わせました。1番。はい、おー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 、来ました来ました。 A は僕の画面だけ、 B はゲーム画面のみで、 C が、僕の画面ちっちゃくっていう感じでしょうかな。これマスクかけるのどうするんだろうね。ちょっとマスクのかけ方が今ちょっとわからないんで、とりあえずちっちゃくしとこうか。これでね、だこれでこう ABC 切り替えながら、例えば自分のシーンだと、はい、これですね、とか言って。だこれあれだな。これ入れ替えちゃ、テストのこれ C、D も作って、だこれをいっぱい作って切り替えたいんですよ。これね。で、これを D にして、で、D は、上下入れ替えて、で、ゲーム画面を小さくみたいなね。はい。お、いいじゃん。これとか。こういうプリセットをいっぱい作るんですよ。いいね、いいね、いいね。これでゲームできたらもう最高なんだけど。音が来てないね。音声入力キャプチャー、これもデックリンクから来てる。あー、来てる来てる来てる。あー、でもこれで、そっかそっか、音声入力デバイスでこれで増やせばいいってことか。これ4にしてみよう。4。あ、あ、あれ音声が入ってきてないね。まあこの辺がちょっとむずくなるね。あ、来た来た来た、来てる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 、なんか急に来た。あ、あ、あ、カメラのとこ来てないね。音声出てないね、これね。カメラ音声が出てないな。まあいいや、ちょっととりあえず撮ってみようか。適当に撮るわ。音が終わってる。あと俺のカメラの音も入ってきてないしね。あ、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 ちょっとこれはなかなか、なかなかハードかもな。いけ。お、このステージ初めてなんだけど。えいっ。お、いける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 。あー、危ねえ。ちょっと待って、方法、やり方ね、これだよね。よいしょよいしょ。よける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 。
よいしょ、いけるいける。ちょっと遅延あるけど、ポンポン押して一泊置いてジャンプみたいな感じになってるけど、全然これぐらいだったらできるな。おいおいおい、フォールガイズで勝てればゲームできてるってこと。あーだーそーす、フォールガイズできればいいよね。これどうやってかわすのこれ。うわー、これどうやってかわすの、どうやってかわすのこれ。これだ、えいっ、あーどういった、いった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 、よいしょ、賢い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 、やばい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 、やった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 、ギリギリ、最後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 でした。はい、ということで以上、多分 OBS の設定って結構細かくて、その辺でちょっとまでいろいろやらなきゃいけないことがあるかもしれないけど、今とりあえず適当にやってみたら、映像はちょっとあんま綺麗じゃなかった、あと音がバリバリになった、あと自分の音のモニターの仕方が分かんなかったとかっていう、いろいろ問題は山積みなので、もしかしたらなんかどっかでつまずきそうな気はします。ちょっと今すぐそのエルガトとアバーメディアのキャプチャーを返品というわけにはちょっといかないです。ちょっとしばらくセッティング調べてみます。で、遅延に関してはゲームを結構まあシビアにちゃんとやってって人からしたら気になるレベル、できないレベルだと思いますが、僕は全然大丈夫だなって思います。うん、例えば熱盛、まあプレスは熱盛ないけど、熱盛みたいなあのゲームだったら全然できると思います。僕としては許容範囲でした。はい、あとは映像の綺麗さと音、そこでですね、何かアドバイスなどありましたら、あのコメント欄で教えてください。ということで以上、瀬戸康史よります、デックリンククワッド取り付けて録画してみたのお話でございました。プレステ5が来るまでになんとか自分なりの方法を、セッティングを見つけ出したいと思います。ということで以上、瀬戸康史でございました。じゃあの、はい、最後に1点ちょっと気になるところなんですが、この OBS のこの設定項目の映像っていうところのこの基本解像度、キャンバス解像度ってやつ見るとマックスが25601440になってるんですよ。僕が撮りたいのは38402160なんですよ。うん、 4K ね、これ 4K じゃないのよ。であとはこの出力解像度ってやつもマックスがこの25601440になっちゃってんのよ。だここでもやっぱりその Mac の壁っていうのが、まあわかんない、僕 Windows でちょっとまあ確かめてないからわかんないんだけど、ここももしかしたらネックになってくるかなと。なので最終的にはその、エルガトおよびアバーメディアのお世話になる可能性がちょっと出てきました。まあ今回開封したデックリンクに関しては、僕がいずれ Windows に移行した際も使えるものではあるので、まあ使わなくなっちゃったとしても撮っとこうとは思います。はい、ということで、OBS でちょっと高画質ゲーム実況録画っていうのは、どうなんだろうっていうところに関してもちょっと皆さんのご意見をぜひ伺いたいです。よろしくお願いいたします。それではさようなら。